こんにちは、腹待ち接骨院久松です。皆様、寒いですけど体調はいかがですか？体調崩したり風邪ひいたりしてないですか？今回は、寒い時期だから入りたくなるお風呂なんですけども、熱いお風呂どうなのということで、逆効果、熱いお風呂は疲れが取れるのということでお話しいたします。普段私動画でね、38から40度ぐらいのぬるいお風呂に10分ぐらい浸かると、血流良くなって自律神経の働き整うよということでお話しいたしました。じゃあ逆に熱いお風呂入ったらどうなるのか、それについてお話しいたします。熱いお風呂、まあ私もね、個人的には熱いお風呂好きなんですけど、熱いお風呂は、いろいろと困る部分もあります。熱いお風呂入ると脳から、快楽物質が出ます。熱いお風呂入ると、そうなると快楽物質のおかげで疲労感っていうのはすごく減るんです。だから熱いお風呂入ったら、いや、もう楽になった気はするんです。スッキリ感はあるんです。でも実は余計に疲れてしまうんです。これはちゃんとした根拠があって、熱いお風呂だと血中の疲労因子、疲れ出す物質が上がってしまうんですよ。ですから実は疲れが取れているようで疲れてしまっている。じゃあお風呂入った後、熱いお風呂入ったという眠れるの、よく眠れるとはどうしてだっていうことになると、これで熱いお風呂入るとよく眠るっていうのは、もうこの疲労因子の影響、実際入って疲れちゃうんですよ。疲れちゃうからそれもよく眠れるっていうことになります。また熱いお風呂入って温度が一気に上がって、温度が上がってから下がる過程で眠気って出るんですよ。ですからこのね、一気に熱いお風呂で温度が強めに上がって、そこから下がる過程で眠くなるので、熱いお風呂入るとよく眠れるっていうことになるんですけども、体にはあまりよろしくはない。そしてもう一点、42度以上の熱いお風呂に長時間入っちゃうと、またそれはそれで怖いことがあるんですよ。42度以上のお風呂に長時間入ると血液の粘度が上がって、血液がドロドロになりやすくなります。そうなると結果血栓ができやすいので、あまり体にはよろしくない。血が固まっちゃうんですね、ドロドロになって。ですから熱いお風呂5分以上入らないようにしてください。ちょうど熱いお風呂ね、体に良さそうに見えて実はあまりよろしくない部分もありました。ただね、熱いお風呂も熱いお風呂で全ては害悪じゃなくて、熱いお風呂も熱いお風呂でしっかりとした用途、使い道ってあるんで、それについてはまた次回の動画でお話ししていきます。ということで今回のね、熱いお風呂の話をまとめると、熱いお風呂入ると脳に快楽物質が分泌されるので、疲労感が減った感じがする。でも実際は余計に疲れてしまうんです。なぜかというと、熱いお風呂だと血液の中疲労因子、疲れを感じる疲れの物質で疲労物質が増えちゃいます。ですから実際は疲れちゃいます。で、熱いお風呂に入ってよく眠れるっていうのは、このね、疲労因子が多くて疲れた影響、あとは温度が一気に上がってそこから下がる影響で眠くなるんですよ。で、熱いお風呂、42度以上の熱いお風呂に長時間入ると、今度逆に血液がもう粘度が上がってドロドロになっちゃいます。そうなると血栓ができやすくなるので、本当に体にとって良くない状態になってしまうことがあります。ですから熱いお風呂もし入らないので、5分以上入らないように十分気をつけてみてください。次回はね、熱いお風呂のその有効な使い方をご紹介しますからね。そして、これをご覧のあなたがもし、もうお風呂、ゆっくりお風呂使っても体調が優れない場合、またはその他、困ったことがあったら、私があなたのお力になれます。私の自律神経の整体であなたのお体の回復をお手伝いいたします。またもしあなたのご自宅が遠方であった場合、または調子が悪くて外に出るのが嫌な場合、またはこのウイルス蔓延しているご時世で移動して人に触られるのは嫌だっていうお考えでしたら、そんなあなたのために、自宅でパソコンやスマートフォンの画面を見ながらエネルギーを調整していくオンライン整体っていうのを私始めました。
これでしたらあなたに触らずにお体の改善をさせていくことができます。もし私の整体やオンライン整体に興味がございましたら、下の概要欄をご覧になって電話でもメールでも LINE でも私にご連絡ください。そして私毎週、木曜日21時からインスタグラムでインスタライブ、毎週日曜日21時ぐらいを目標にご覧のチャンネルで YouTube ライブやっております。1週間の配信した動画のおさらいとあなたからのご質問にその場でお答えしていきます。また、ご希望の方がいらっしゃったら、いらっしゃる方全員で合同でお体のエネルギーの状態を整えていくオンライン整体というのをやらせていただいております。1対1のオンライン整体に比べると効果は劣りますけども、やったからたからはよく眠れるとか手足が温まったというお声もいただいております。よろしければご参加ください。参加していただけると私嬉しいです。そしてこの動画があなたにとってもし参考になるんだったら、グッドボタン、チャンネル登録していただけるともっと嬉しいです。ということで今回も動画を最後までご覧いただき誠にありがとうございました。